横山龍之介は、新潟県中間原郡小須戸町出身の元プロ野球選手。日本分離校では、1年生の時から、ベンチ入り。2006年の春の甲子園と夏の甲子園には、エースとして出場。センバでは、新潟県生初勝利を記録し、ベスト8進出に貢献した。2006年高校生、ドラフト4巡目で、阪神から指名を受け入団。 2007年、2008年は2軍でも2年で7試合と、登板数が少なかったが、2009年は、登板数が増え、2軍で、初勝利を挙げる。投球フォームを、サイドスローに変えて挑んだ2010年は6月22日に、初の一軍昇格を果たし、6月27日の東京をヤクルトスワローズ戦でプロ入り初登板。2軍では、 球団最多登板記録となる50試合に登板し、4勝1敗、防御率2.51、46回に3を投げ、29奪三振、41被安打、18、49でホイップ1.26の好成績を残し、球団が制定するファーム年間 MVP を受賞するなど成長を見せた。2011年シーズンは、 一軍での投板はなかったが、二軍では35試合に投板し、防御率1.06の好成績を記録した。2012年シーズンも、一軍での投板はなく、二軍で18試合に投板し、防御率3.46の成績であった。10月2日に、戦力外通告を受け、12球団、合同トライアウトを受験したものの獲得球団はなく、現役を引退。引退後は、 郷里の新潟県へ戻り、体内市の臨時職員となった。2014年4月には、正職員になり、体内市教育委員会障害、学習化スポーツ振興係の職員として働く。体内市教育委員会が主催して毎年夏に行われている、阪神タイガース OB による野球教室にも参加している。また、体内市役所の軟式野球チームにも所属。 全日本軟式野球連盟による規約で1年間は観光庁の大会などを除いて公式戦に出場できなかったが、2014年からは主戦投手として活躍し、国体新潟県予選や全国観光庁、軟式野球大会などに登板した。時速 140km 前後のストレートと、中央2種類のスライダーを武器とする、 上手投げの投手だったが、2009年のシーズンから腕を下げ、サイドスローに近い投法から変化球で打たせて取るピッチングが持ち味になっている。阪神退団後、軟式野球に転校してからは、ツーシームを習得した。特技は、初動で三段の実力を持つ。阪神退団後、体内市役所野球部の先輩の妻の双子の妹と、知り合い。 2014年5月5日に結婚。同年10月25日に新潟市内で結婚式を行った。ありがとうございます。